はい、えー、こんにちは、速下地区の久保です。えー、7月に入りまして、XM 証券からお便りが皆様のところにも届いているかと思います。えー、もちろんね、FX の証券講座を XM 証券に置いてない方は、このメッセージ届いてないと思いますけども、私の方からね、確認させてもらいます。7月の取引時間の変更でございます。ここに書いてますように、大切なお客様。7月にある複数の祝日に伴い、4月1日から5日は様々な金融商品の取引時間に影響があります。 ということなんで、7月1日を、まあ、気をつけるのは特になんですけども、4日、5日、6日も、ちょっとね、普通とは違う動きがありますので、ちょっと注意しといてください、えー。ご覧いただきますように、いろんな銘柄がね、一番左に出てますよね。で、7月1日は、まあ、閉鎖する銘柄もあれば、通常営業する銘柄もあります、えー。そして7月4日なんですけども、通常営業、閉鎖ってのもありますよね。 ね、閉鎖ってことは、ここに資金が入ったり出たりすることがありませんから、ちょっと普段と違う動きをするよってことです。個別具体的に細かいこと言うとね、時間がすっごくかかっちゃいますんで、ここでは割愛します。あと、十分私もこれ説明できないんですよ。私はテクニカルはわかるんですけどこういうファンダメンタルズに影響することっていうのは全く見てないですからね。もうむしろファンダメンタルズから離れていますんで。で、早い平常とかいうのもありますよね。はい。頭が痛くなっちゃいますね、こういうの見たらね。何のことだろうと思うでしょ。 で、7月5日、7月6日も同じように書いてますよね。えっ、ー、と、言えることはね、通常営業というものが多い、例えば7月6日ってのは全部通常営業ですんで関係ないんですけども、これ何で書いてあるんだろう。7月5日は遅い会場っていうのがありますよね。だからちょっと普段とは変わったことがありますんで、この15時から17時までは、あ,あ、遅いんだな、ということで考えていただければいいんですけども、 まあでも私たちは決済する時間ですね、大体。決済を考える時間なんで、まああんまり影響ないかな、7月5日も。えっと、7月1日は材料相場なんで、まあ、あの、ここに書いてなくてもね、えー、ロットってのをちょっとね、控えるか、もしくはロットを入れたいんだったら、取引したいんだったら、普段よりも半分ぐらいのロットであ、軽くちょっとね、やるぐらいにしといてください。で、漢字なのは7月4日、月曜日ですよね。通常月曜日は、 あの、エントリーを積極的にするような曜日ではないというふうに私からもね、皆さんにお話ししてると思いますけども、えー、特にこういった材料が重なって分かってる時はもう7月4日はね、あの、7月1日と同じように取引をしないことを前提に見ていきましょう。で、取引するにしても、ロットをちょっとね、抑え気味に行くっていう感じです。こうやって、ロットにメリハリをつけることによって、ちょっと気を楽にね、で、金銭的なダメージもリスクもないような状態で、相場を見ていけばいいんじゃないかなと思います。 ということですね。あの、あんまり、こう、根ン詰めてやることがないよっていうのが4月1日と4月4日です。イレギュラーが多いですから。で、4月5日火曜日、4月6日水曜日は、まあ、普通のカー水と思ってやればいいんじゃないかなというふうに判断しますね。はい、じゃあ以上でございます。お気をつけください。